ジェームズ・ガー・フィールド大統領の暗殺犯としても知られる。イリノイ州フリーポートにて、ジェーン・オーガストとルーサー・ウィルソン・ギトとの間に、6人兄弟の4、男として生まれる。一家は、フランス系ユグノーの血を引く名家であった。1850年家族と共に、ウィスコンシン州幽霊を終え、転居、母が死去する1855年まで同地で過ごす。青年期に、 祖父から1000ドルを相続し、ニューヨーク大学を目指して、ハーレムへ赴くものの、学力不足から受験に失敗。何度か、アンハーバー高校フランス語及び、大数の補修を受けようとした後、父からのおびただしい叱責の手紙を受け断念を余儀なくされる。1860年6月には、父がすでに深く関わっていた、ニューヨーク州オナいダのユートピア的宗教団体、 おないだコミュニティに参画。同教団は副婚の一形態である集団結婚を胸としていたが、5年間にわたって結婚とは無縁の生活を送り、チャールズ・ギトートとあだなされた。コミュニティを離れた後、ニュージャージー州保護県で日韓親権政治というおないだ教団関連の新聞を創刊しようとするが、失敗。おないだに戻る者の再度離れ。 教団創設者であるジョン・ハンフリー・ノイズを裁判で訴えた。困った父は、ノイズを支援する手紙を書き送り、ギトを無責任かつ気違い扱いしたという。その後シカゴで弁護士資格を取得した。次は進学に傾倒しかし上司した本といえば、ノイズの作品を荒丸ごと表説した代物に過ぎなかった。1877年12月には、 説教を行うため町から町へと渡り歩き、ワシントン DC の回収派協会に落ち着くこととなる。1880年6月11日外輪船、SS ストニントン号に乗船中、SS ナラガンセット号と衝突事故を起こす。SS ストニントン号は港に向けて引き返すものの、SS ナラガンセット号が喫水船で炎上し、沈没、多数の死傷者が発生。 この出来事は、議党が崇高な目的を広めたため助かったのだと信じるにたるものであった。その後政治家を志すようになる。1880年の大統領選挙で共和党の応援演説を執筆。結局同党からはガーフィールドが候補に選ばれ当選を果たす。この勝利を自分の手柄と考えた議党は大使職を求めて最初はウィーンに ついでパリに赴きかけ合うこととなる。しかし要求は入れられなかった。ギトに狙撃されたガーフィールド大統領がアーフィールドを暗殺するべく、メーナードという人物から15ドルを借り、回転式拳銃を購入することにした。消火器についての知識は乏しかったものの、後継の大きな銃が必要であることだけは理解していた。そして、 442口径のブリティッシュブルドッグリボルバーのうちグリップが木製のモデルと増毛製のモデルで迷った挙句暗殺後美術館にでも飾っておけるようグリップが増毛製の銃を選択持ち合わせでは足りなかったものの店主が値段を負け売却購入から数週間は狙撃訓練とガーフィールドの付け回しに費やすこととなる最初は 宇からの反動がひどかったというある時、ガーフィールドが妻ルクレティアをニュージャージー州ロングブランチのリゾート地まで見送ろうとしたため、駅まで尾行し狙撃することを考えた。1881年7月2日ボルチモアポトマック鉄道駅でガーフィールド狙撃の時を待つ。妻とロングブランチで休暇を過ごそうとした。ガーフィールドが駅に入った時。 背後から近づき二度銃撃。二段目が第一腰椎を貫通するも脊髄には通らなかった。ギットは群衆に取り囲まれる中、俺は支持者の中の支持者だ。これでアーサーが大統領になったぞ。とこぼしたという。その後、殺人未遂罪で逮捕。銃撃から11週間後の9月19日、ガーフィールドが死去。死因は、 医師が不潔な手と不衛生な器具で傷を処置したことによるとみられる感染症であった。そのため、10年後に合衆国でも一般的なものとなる殺菌処置がなされた医療器具を使っていれば、たやすく回復していたであろうとする外科医は多い。右手に銃を、左手に仕事か生命か、と書かれたメモを持つ義頭の風刺が、 模範的な求職者というキャプションが書かれてあるのがわかる。ガーフィールドが死去すると政府は偽刀を殺人罪で告発。1881年10月14日には殺人罪で正式に起訴されることとなる。裁判は翌月14日にワシントン DC で始まり、裁判長はウォルター・スミス・コックスが務めた。偽刀側の弁護士はレイ・ロビンソンとジョージ・スコビルであったが、 伊藤自身は弁護士資格を有することもあり、自らが弁護を行うとカくなに主張することとなる。裁判では、精神鑑定医のエドワード・チャールズ・スピツカが鑑定を行った結果、今のところ、精神異常以外の何者でもないのは明らかとの言葉を残す。この状態は、先天的な脳の危険によるものと考えたのである。一方、ワシントン DC の弁護士であるジョージ・コーク・ヒルラは、 義藤が精神異常と判断したのは大衆の願望を反映したものであるとして次のように述べている。彼は私より精神異常ではない。義藤は何ら気が狂っていない。世間の前で格好良く打算的な悪党で洗練された頃きのごとく振る舞ったに過ぎなかった。本当はつまらなくて純粋で単純な人間。結局はその単調 ギトを基人になぞらえた、風刺画判事や証人、検察官のほか、弁護団にさえ悪魔を投げつける、陳述症除地死の形式でまとめる、傍聴人の中からランダムに選び法的助言を、せがむといった、後半中の気候により、マスメディアでは、かなりのセンセーションを巻き起こす。ニューヨークヘラルドに至っては自伝を口述し、30歳未満のかわいいクリスチャン女性を募集する広告まで出向。 なお、こうした気構は、ギトウ自身が二度も暗殺未遂事件に遭遇した後でさえ、大衆の像をするところとなった。また、大統領にしたことによって給料が増えたのだから、釈放してほしいとの内容を書き綴った手紙をアーサーに送付。コックス判事の前で、ガーフィールド大統領は、弾丸ではなく医療ミスで死んだと漏らしている。しかしながら、そのような発言に、 法的な指示が得られなかったのは言うまでもない。後半から処刑までワシントン DC の南東にあるイリザベス病院に入院。獄中で処刑を待つ間、自ら犯した暗殺についての弁護や裁判の公表についての手記が後に出版された。裁判をめぐってはメディアが面白おかしく書き立てた。一方で釈放後説教をして回ったり、1884年の 大統領選挙に立候補する計画を精力的に立てていた。1882年1月25日死刑が休憩。判決文が読まれると弁護団が静粛にするよう注意したにもかかわらず、陪審員に向かって、お前らは皆定休で申し分のない馬鹿野郎だ。とはめき散らしたという。ありとあらゆる非護を言いつのり、 警備員に抱えられながら毒挙防に消えていった。再審を求めた者の,の訴えは帰却され、1882年6月30日ワシントン DC で公主刑に処せられる。暗殺事件発生から1年目を迎える2日前であった。2021年現在、4件の合衆国大統領暗殺事件が発生しているが、議党は被害者の死後最も長く生存。 処刑を前にしても、傍聴人や記者に微笑んだり手を振ったりし続け、まさに最後まで注目の的であるのが幸せであったと言われる。処刑台に進んだ時も最後の要望として、獄中で書いていた、私は神の元へ行くという詩を暗唱もともとは詩を歌う時に、オーケストラに演奏してもらう予定であったが、その要望は却下されている。 脳の一部は現在、フィラデルフィアのミュター博物館やメリーランド州の国立健康医療博物館に展示。ありがとうございます。